そんなことよりほれ、たまにはおじいの膝の上に来なさい。ウェルカム、孫娘。あの、カモンカモン、私も高校生なんですけど。わし、最近物忘れがひどくての。変に、孫娘とスキンシップを図れば思い出せるかもしれんの。わかりました。こうしてよく昔。